それいけ、アンパンマンおもちゃの星のなんだと、ルンダは2016年7月2日に公開された日本のアニメ映画、それいけ、アンパンマンシリーズ通算第28作、コー高知柳瀬隆史記念館、アンパンマンミュージアムオープン20周年、記念作品として制作。ただし、明記されてない宣伝素材も少なくなく、本編の冒頭でも、そのような趣旨のクレジットはされなかった。 キャッチコピーは元気がみんなを勇気づけるんだ。本作は原作者の柳瀬が生前作詞した楽曲勇気のるんだが主題となっている。この歌詞に含まれるフレーズが本作に登場するゲストキャラクターの名前として採用されている。ゲスト声優として春、中川家の例にとよしが参加。本作は 劇場版シリーズでは初めて閉映作品のない一本立て構成で上映される。そのため本作の冒頭には2011年以降の同時上映作品の流れを組んだ観客参加型のシーンが挿入されている。本作では観客参加型のシーンで歌詞テロップが表示されている。アンパンマン映画が長編のみの制作となったのは第5作。 恐竜の死意の大冒険以来であり、上映時間は、長編作品としては、第8作、空飛ぶ絵本とガラスの靴以来60分を超えている。そのため、従来通り30分のテレビアニメに2週に、分割して放送した際には、序盤の参加型のシーンや、ヌラとの接触、バイキンマンの細かな動きや、アンパンマンたちの追跡シーンなどが、随所カットされている。ルンダは、 おもちゃの星からやってきたゼンマイ仕掛けのお姫様。彼女は皆が自分のために何かをしてくれることが当たり前と考えているわがままなお姫様だった。そんなルンダは体は大きいが不器用なおもちゃのロボットなんだといつも一緒にいた。ある日、ルンダとナンダは様々なものをおもちゃに変えることができる大切なおもちゃスティックをアンパンマンワールドに落としてしまった。二人は慌てて おもちゃスティックを探しに向かうが雷に撃たれてしまい、ナンダはクリームパンナたちのところ、ルンダはバイキンマンたちのところへ、それぞれ飛ばされ、離れ離れになってしまう。果たして二人はアンパンマンたちと力を合わせ、おもちゃスティックを取り戻すことができるのか。詳細は、アンパンマンの登場人物一覧を参照。バイキンメカソレイケ。アンパンマン映画作品。